ホリエモンチャンネル、皆様、バーホリエモンチャンネルに、ようこそ、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということでバーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様がいらしていただけるのでしょうか。はい、バーホリエモンチャンネル開店です。僕はあのリスナイトやるんで。あ、そうですね。じゃあちょっとあのここでなんかそれなんかサブカルイベントチーム作りましょう。そうですね。リスいいな。リスいっぱい連れてこれますよ。あ、本当ですか。熱く語りそうなやつ。あ、いいですね。はい、で具体的には何なんですか、あれは。リアル脱出ゲームとは何かですか。うん、まあその昔からあるゲームじゃないんですよね。何かにこうベースがあるとか、なんかこう古典になんかヒントがあるとかは、まあ元々はウェブの脱出ゲームっていうのは先にあったんですよ。ウェブの脱出ゲーム。ウェブで脱出ゲームっていうものをポチポチクリックして、はい、なんかいろいろアイテムを探してドライバーを見つけて、あった。脱出ゲームカルチャーみたいなのがウェブの中であったんです。うんうん、でそれをボコッと引っこ抜いて、じゃあリアルでやろうよって言ってやり出したのが僕です。脱出ゲームは何にターンを発するんですかね。まあ、具体的に僕やったことがないからイメージができないんですけど、うんうん、その最初は何かそのスタートページみたいなのあるんですよね。スタートページ、あ、いや、それは脱出ゲームの方です。そうです、そうです。いや、それがすごいのは、脱出ゲームってもういきなり始まるんですよ。はい、ここはどこだろう、閉じ込められてしまったっつって、もういきなり探索が始まるんですよ。はははは。はい、でなぜ閉じ込められたのかとか、うん、そこの自分が誰なのかとか、ここはどこなのかっていう説明が一切ないまま終わるんですよ。はいはいはい。でそれが僕すごい性にあって、もうパッと楽しめるゲーム、もういきなり何もない状況から始まって、うどうしようみたいな、うん、どうするんですか。そうそう。で、まあ、まあそのこう部屋をこうクリックしていくと、これの裏側が見れたりとか、うん、これの下がこう見れたりとかして、いろんな情報が集まってきて、うん、でまあその丸イコール4とか、はいはいはい、三角イコール10とか、はい、でまあまあ三角かける丸足す四角イコールキーとか書かれてて、うん、でその数字を出口のところにこうバン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 って入力すると、バーッと扉が開いて脱出できるみたいなのが、まあ、脱出ゲームのすごく簡単な流れなんですけど、だから脱出ゲームが先にあったんですね。そうです、そうです。それからリアルになったんだ。そうです、そうです。へえ。もうそのリアル脱出ゲームのライバルみたいなのいたりするんですか。もうたくさん出てきてますよ。あ、そうなんですか。うん、たくさんの人たちが、もうだからそんな謎解きゲーム、リアル脱出ゲームはうちが商標を取ってるんだけど、はい、実際の空間で謎解きするみたいなことを作ってる人たちはもう何百といるらしいですけど、実際ですね、私が先日まで出てた人狼 TLPT という舞台の主催をしている会社があるんですけど、はい、うん、そこも同じようなコンテンツを最近始めてました。うんうん、ワープっていうコンテンツなんですけど、みんなパクリ出しちゃって。本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました加藤孝雄様プロデュースのリアル脱出ゲーム、全世界で参加者を熱狂の渦に巻き込んでいる体験型エンターテインメントです。日本国内でも各地で開催しています。ぜひ体験してみてください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。それぞれの気持ちとたくさんの思い詰め込んだボール。メルマガの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。